はい、今回は今のような奇数のリズム、これについてご紹介しようと思います。リズムパーカッション楽器をやっている方にとってはこの奇数という数字でこうリズムを取るのはかなり難しいと思います。なぜなら聞き慣れていないしあまり親しみのないリズムで、まあ、大抵2拍子だったり4カウントだったりトリプレット3拍子っていうのが音楽の主流であって、この奇数の5、7、9、11とかあるんですけども、いわゆる変拍子と呼ばれる部類に入りますけども、このオートタイムって英語で言うんですけども、まあ、大抵4拍子8、6に1つ数字を足すことでもうガラッとリズムが変わって非常に取りづらくなるものですが、要所要所でこう適度にうまく使いこなせばですね、かなりクールなかっこいい感じに仕上がるので、ぜひ皆さんも試してやってみてください。で、あと結構この僕の何気なくこんなドラムトレーニングだったりリズムの仕方を毎日こうコツコツ動画をアップしてきたんですけども、そこそこ見られるようになってきまして、もうすぐサブスクライマーズがですね1万人になろうとしています。僕自身もびっくりしていまして、何か1万人に達成すれば何かしたいと記念に思ってるんですけども、ちなみに何か例えばリクエストなどあれば、ドラムスをしている人に限らずこんなリズムが欲しいとか取りにくい、もしくは何かこう音楽関係で何でもいいんですけど、ご質問などあれば、どんどんリクエストをお答えしますので、コメントなり、DM なり、一応この YouTube チャンネルからほぼ全て の, ソーシャルメディアはアカウント持ってるので、 Twitter だったり TikTok、Instagram で何でもいいのでどしどしご応募ください。というわけで今回は2つの変拍子パターンをご紹介します。5と7ですね。ではまず5からいきましょう。普通に5カウントで1、2、3、4、5、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 1、っていう風に取る方が多いか、もしくはこの音楽に合わせて有名なあの5カウントの曲とかありましたけども、それに合わせて演奏される方も多いと思うんですが、まあ、これ以外のパターンでリズムを作りたいってなった時に分割することをお勧めします。例えば5の場合だと1、2、3、1、2、3と2で分けて1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、みたいな感じで撮ると、もしかしたら撮りやすい方もいらっしゃるかと思います。みたいな1、2、3、1、2、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 まあ、トリプレット1、2、3、1、2、3は結構親しみがある人も多いと思うので、それプラス1、2を加える、これの繰り返しであるっていう風に捉えると意外と5拍子も楽にできると思います。次は7ですね。これも先ほどと同じく半分で分割して4と3で分けます。これも同じように4カウントプラストリプレット3拍子の組み合わせであると。1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4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 、
たいな感じでこう分割する、いきなりこう579っていう風にやっていくとちょっとどこかで狂ってしまう可能性があるので、自分の中の親しみやすいものカウントとそれをプラスする、で交互の繰り返しっていう風にやると非常に取りやすい場合もあるので、ぜひ皆さん試してやってみてくださいという感じで、今回は変拍子についてご紹介しましたけども、冒頭でも言ったように、何かこうリクエスト、リズムにドラムに関してのご質問などあれば、どんどんコメントなどで残してもらえればと思います。他にも別にドラムだけでなくて、例えば音楽とか僕自身のことでも何でもいいので、質問あれば送ってみてください。それではまた次回。